諏訪森住、江戸時代、全県古日より、菊池要塞が、金指森住は、平安時代後期の諏訪大社、下宮の新官、武士、諏訪森住とも呼ばれる。弟に、手塚三森がいる。当初は自称、樹衛の乱での源の義仲の挙兵に従ったが、三笹山新人のため弟の三森を止め置いて帰国した。平家の家人でもあったことから、義仲の討伐後、 源の頼朝によって捕獲され、梶原景時に預けられた。頼朝は森住を処刑しようとしていたが、森住が藤原秀里流宮術を継承する名手であった。ことから、景時は森住の命を奪うのを惜しみ、頼朝に説得を重ねた末、せめて森住の弓の技量を見てから死罪にしてほしい、と請願する。森住は頼朝のもとに参上し、 鶴岡八幡宮北条会でやぶさめを披露した。この時頼朝は森住が起乗する馬としてわざと暴れ馬を与えた上、森住が指定された八つの的を射抜くと、射抜いた的の破片、さらに的を立てかけた櫛を射抜くような題を押し付けて、来たが、森住は見事にすべて射抜いたため、射面された。この時、影時が、 同じく捕獲された、吉中の老党たちにも感情を施してほしい、と頼朝に願い出て、その老党たちもまた除名されたという。これらの天末は、諏訪大明人絵言葉でも描写されている。その後は御家人となり、やぶさめや、ま初めの儀式で活躍した。資料では、県人3年までの活動が見られる。下諏訪町には森住が、 恩人の影時を忍び混流したかじわらかがある。ありがとうございます。